ノーハンドゼリーまたはノーハンドプリンという言葉をご存知でしょうか。まあこれがどういったゲームかっていうと、これ最近テレビで見たんですけども、この額にプリンまたはゼリーを乗せて、こうね、顔の上をうまく滑らせて手を使わずに口で食べるっていうゲームなんですよ。でテレビを見たら難しいとか、これできたらすごいだろうとか、芸能人たちがねこうバーって言ってるんですよ。甘え、甘すぎる。マーマレードおばさんが作るマーマレードジャムよりやべえ。いいか、人間の体の場所じゃない、一番筋肉が密集してる場所ってどこかわかるか、顔だよ。そんなね、筋肉が一番密集してるね、顔において難しいとか言ってるやつは一輪車にはねられろ。いいか、幾多の動画で視線をくぐり抜けてきた俺からすればな、プリンなのゼリーなのはもう朝飯前なんだよ。だが YouTuber たるもの、流行りには乗っておかなくちゃいけねえ。ということで俺はノーハンド熱々ゆで卵に挑戦してやるぜ。ってことで早速やっていこう。よし、お前ら分かるか、この熱々な湯気。はい、ということで熱々のゆで卵が完成しました。早速やっていきましょう。はい、まずね、ちゃんと湯切りをしてね、顔にのせるとこから始まりあってね、顔に飲んないとね、まず話にならないんでね。はい、ということでいきまーす。まあ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 、最初はこんなもんでしょ。落ち着こう、落ち着いてやればね大丈夫だから。これね、忍耐力が大事だから。もう売れるためにはこれね、もう耐えるしかないんだから。もうね、おでこじゃなくてこのね、やっぱこう目のとこに乗せないと多分こうとどまれないから、卵ちゃんが。序盤に比べてもう冷たくなってるから、まあ湯でバチバチ立ってるけど、まだこれ忍耐力、あ、もうスピード、あ、違う、もう忍耐力じゃない、スピード、もう乗せたらすぐ、こう、こうすぐシュッて、これいけたらこれもう世界初ですからね、これ多分。もう次こそね、マジでいくから。よし、気合い入れろ。口を絶対にもうね閉じちゃダメ。あー、叫ぶならあーってもうマジでいきましょう。本当にもうこれで決まんなかったら本当もうね、やめます、 YouTube やめます。生言ってすいませんでした。やっぱ普通に食べた方が美味しい。絶対真似すんなよお前ら。